ジョン・フレデリック・デニスン・モーリスは英国の神学者、聖職者、作家、キリスト教社会主義運動の創始者の一人。モーリスはユニテリアン派の牧師の息子として生まれた。1823年にケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに入学したが、中退してロンドンでフリーのジャーナリストになった。しかし、その後、 イングランド教会に移り、オックスフォード大学エクセターカレッジに入学し、1830年に卒業した。1834年には聖職に暗守され、ガイズホスピタルのチャプレーンに就任し、道徳哲学の講義を担当した。その間に、彼の代表的著作の一つ、キリストの王国を出版した。1840年、ロンドン大学キングスカレッジの英文学及び、 歴史学教授となり、1846年には新設された神学部の教授に選ばれた。1838年頃からキリスト教社会主義に関心を持つ。J.M. ラドローと知り合い、二人は協力してキリスト教社会主義運動を組織して活動を行う。1853年、神学論集を出版すると、キングスカレッジの教授会で優勢であった。 カルバン主義者から二重予定説や永遠の刑罰の強説を否定したとして批判を受け同カレッジを辞任せざるを得なくなる。1854年、ラドローと協力し、労働者大学をロンドンに設立して校長に就任する。1866年、ケンブリッジ大学の道徳進学教授に選任された。1872年に死去した。ありがとうございます。